優勝戦5号艇の三浦恵里選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は2コースからの攻め、混戦の中2着で優勝戦に勝ち上がってこられました。今節の足の仕上がりなんですが、いかがでしたか？足はずっといいと思うんですけど、はい、ちょっと乗り心地がいい時と悪い時がすごいあるので、はいはい、そこは直したいです。はい、天候もコロコロ変わったりするんですが、この準優日というのは合わせづらい感じではありましたか？今日は合ってなかったですね、はいはい、途中今節は5着5着とちょっとリズムを崩されていたところもありましたが、そこからしっかりと立て直してこられましたね。そうですね、はい、はい、では優勝戦へ向けてはこの部分を狙ってこういう足に仕上げたいなというイメージはありますか？そうですね、明日は5号艇なんで、はい、まあ、自分からも攻めたりできるようにとりあえず乗り心地を、はい、乗り心地をしっかりこさせてと、はいはい、息足から伸び、この伸びの部分はいい方に入りますか？多分いいと思います、はい、では最終日の天候にしっかりと合わせるのみと。はい、はい、分かりました。この小島ではここまで優勝4回の実績水面なんですが、ご自身としてはいかがですか？はい、相性はいいと思ってます。はい、分かりました。今年はこれが5回目の優勝で、2月のこの小島以来の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、久々に優勝戦乗れたんで頑張ります。応援お願いします。